おはようございます。出席議員半数以上であります。これより議事日程第3号により本日の会議を開きます。日程1、市政一般質問について、前日に引き続き市政一般質問を行います。35番森恭平議員。はい、以上。はい、皆様おはようございます。長崎未来の森恭平です。本日は貴重な一般質問の機会をいただきまして、関係者の皆様に心よりお礼を申し上げます。また傍聴席にお越しの皆様、そして配信をご覧の皆様、ありがとうございます。大変緊張しておりますが、この緊張な場に立たせていただくことに感謝を申し上げまして、一般質問に移らせていただきたいと思います。これより事前通告に従い質問をさせていただきます。市長並びに理事者の皆様におかれましては、建設的な議論のためご協力をよろしくお願いいたします。1、長崎のまちづくりについて、1、まちづくりのグランドデザインの進捗。鈴木市長は6月議会において文化施設の再配置も含めてまちづくりのグランドデザインを描くことを表明されました。今長崎は大規模な都心の再配置が進んでおります。さまざまな公共施設の再配置において、役割を終えた公共建築に代わり、新たな建築物が役割を果たしつつあります。一方で長崎市の保有する市役所跡地、長崎駅周辺の保留地、統廃合により廃校となった学校跡地があり、また他の公共団体が管理する県庁跡地や県警跡地、長崎警察署跡地などの未利用地が長崎には多く点在している状況です。さらに市民会館も残り15年の残存年数となります。公共施設の再配置は社会的なインパクトが大きく、市民生活や長崎市の都市像の在り方にも影響を与えるため、長期的かつ広範な視野で十分な議論が果たされることが求められます。今回鈴木市長がグランドデザインを整備されるということは、私は共感いたしております。この土地が空いたから何か考えようではなく、未来を見据えて計画的に再配置を進めていくことが重要と考えます。その上でご質問いたします。市長が描くグランドデザインとは何なのか、都市マスタープランや現在進行中の都心まちづくり構想、立地適正化計画、他の計画や構想とはどう異なるのか、本質的な狙いと完成までのスケジュール、またどのようなプロセスを経て作成されるのか、具体的にお聞かせください。2、まちぶらプロジェクトの評価と今後。まちぶらプロジェクトは歴史的な文化や伝統に培われた街中のにぎわい再生を図るため、平成25年から令和4年までの10年間を計画策定されました。前市長の重点プロジェクトとして主導し、長崎サルク博の経験や市民との対話を通じて長崎の街の将来像が作られています。そこには歴史や文化、人の営み、先人たちが後世に残そうと大切にしてきた物事が言語化され、目指すべきイメージが提示されております。そのイメージに向けて、市と市民が協力し汗を流し、行政事業や市民活動の力を用いてまちづくりをこれまで行ってきました。私は言語化しづらい人文的な要素を都市の計画にいかに表現し実現できるかが、これからの地方都市に求められるものであり、地方行政の腕の見せ所であると考えております。そのため、まちぶらプロジェクトは、各町の歴史的な、人文的な個性を生かしながら発展させ、そして、
町中全体のにぎわい再生のために必要なプロジェクトであると考えております。そこでご質問です。町ブラプロジェクトの10年間の評価と今後の継続のあり方について市の見解をお聞かせください。括弧3、長崎県庁舎跡地周辺の町づくり。長崎県庁舎跡地の活用については市議会においてもさまざまな議論がなされてきました。これまでの答弁を確認いたしますと、県と協議を重ねながら進めていくというところで答弁がなされております。長崎県庁舎跡地の活用についてはさまざまなアイデアとご意見があると思いますが、まずは長崎市として県庁跡地に隣接する江戸町公園や公園に隣接する市道、出島表門橋公園、出島など市の管轄である公共空間周辺にある商店街や町を含めたエリアのマネージメントを行い、整備や活動を検討する必要があるのではないでしょうか。ビジョンを明確にした上で県に対しても具体的な要望や調整をすべきと考えます。また隣接する国道34号は国土交通省が進める歩行者利便増進道路整備、通称歩行道に本年4月に指定されました。道路や活用の幅が広がり、より一層市民と対話するまちづくりが必要だと考えます。その上でご質問です。長崎市として今後どのように市民や関係者と対話を深め、まちづくりを進めていこうとしているか、市の見解をお聞かせください。2、若い世代に選ばれる魅力的な街について。括弧1、居住環境の整備。長崎市では令和2年に策定されました長崎市町人仕事創生ビジョンにおいて、若者に選ばれる魅力的な街の実現を進めております。しかしながら若者の流出は課題となっている状況です。長崎市の若者流出の要因の一つに生活コストの高さ、家賃の高さが挙げられます。総務省小売物価統計調査によりますと、長崎市の民営住宅家賃の月平均価格は5577円と、名古屋や京都より高く、九州1位となっているような状況です。また、1世帯当たりの消費支出につきましても、居住費の支出が他の中核市と比べて高い割合となっております。6月議会においても、党会派の同僚議員から、家賃の安い町づくりの質問の中で、容積率緩和による住宅供給の質問がございました。その際、鈴木市長は、容積率緩和を使用したマンションが9件建設され、供給戸数の増加と住宅価格の低減につながったとご回答されております。供給戸数は増加しましたが、果たして住宅価格は下がったのでしょうか、ご回答をお願いいたします。2、若い世代に選ばれる魅力的な街、括弧2、若い世代に対する広報広聴。長崎市は若い人たちに選ばれる魅力的な街を目指しております。しかし、先日行われました市町人仕事創生総合戦略の審議会において、委員の皆様よりもっと若者の意見を聞くべきとのご指摘をいただいております。その他、さまざまな政策についても、この若い声をいかに反映していくかが大事です。今後の長崎を考える上で、若い世代の生の声を聞き、市政へ反映することが必要であると考えます。若い世代へ向けた広報広聴の方法をお聞かせください。3、括弧1、第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術文化祭の進捗。令和7年に国民文化祭、全国障害芸術文化祭、略して国分祭、小分祭とも称されますが、今回初めて長崎県内にて開催されます。国分祭、小分祭は文化の国会とも言われ、文化の国体とも言われ、文化芸術に携わる方々が心待ちにしております。国分祭、小分祭では、国民一般の文化芸術活動を発表、共演、交流する場を提供することにより、文化活動への参加意欲を喚起し、新たな芸能文化の創造を促すことを目的としております。
また地域固有の文化の全国発信などを通じて地域の活性化発展に寄与し、国民生活のより一層の充実に資することを目的としております。長崎市の文化芸術の発展、障害のある人もない人も共生する社会づくりを推進するとともに、長崎市を日本全国に PR する絶好の機会となります。そこでご質問です。国分祭、小分祭に向け長崎市も主体的に取り組む必要があると考えます。国分祭、小分祭は県だけではなく各市町も事業を行うことになっております。残り2年を切りました。現在の進捗状況についてお聞かせください。4、研究都市長崎の推進について、括弧1、研究者及び学生の支援。鎖国時代、海外との取引が許された長崎は、各藩から数多くの志ある者たちが最新の知識や情報を求めて訪れます遊学の町でした。大隈重信、福沢諭吉、坂本龍馬など彼ら含めて多数の者が蘭学や医学、語学、科学、美術などの技術や知識を学び、それらを生かして近代国家の発展に寄与しております。そうした背景のもと、長崎の現在の長崎に目を向けると、すでに実績のある海洋や医学、平和の分野だけでなく、人口減少や高齢化、斜面地空き家問題などの課題先進地としてテーマを提供できる絶好のフィールドであると考えます。学術文献を検索できます国立情報学研究所の学術情報ナビゲーターサイニーにて長崎と検索すると4万8000件がヒットします。また英語で長崎シティと検索すると5万8900件の研究文献にヒットいたします。これはあくまで学会誌や書籍等に掲載された研究文献になるため、学部生、院生の論文やその他の研究がすべて含まれるわけではありません。それらを含めますと相当数に上ります。この結果から研究する者にとって長崎は魅力的な都市であるということが伺えます。長崎における研究活動を促進することは、市長がお話しされる長崎のピンチをチャンスに変えていくことにつながるのではないでしょうか。研究活動を支援し促進することで、長崎の課題解決やイノベーション、経済発展、関係人口の増加、人材育成にもつながります。また学会誘致や研究機関、企業の誘致にもつながる可能性があり、市が掲げる世界都市、人間都市にもふさわしい長崎市へ近づくと考えております。そこでご質問です。研究都市長崎市というものを打ち出し、長崎市内および市外の研究者、学生を支援してはいかがでしょうか。市の見解をお聞かせください。以上、本段からの質問とさせていただきます。以降については自席からの質問や再質問により議論を深めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。市長。おはようございます。長崎未来森恭平議員の質問にお答えします。まず1点目、長崎のまちづくりについての括弧1、まちづくりのグランドデザインの進捗についてお答えします。まちづくりのグランドデザインは、将来の都市構造でありますネットワーク型コンパクトシティの実現に向けて、長崎市全体を対象として都市計画マスタープランに示します幹線道路網計画や、長崎市地域公共交通計画に示す公共交通ネットワークをベースに、市全体に人の回遊を促すネットワークをどのように維持強化していくかということを軸といたします、経済の再生と定住人口の増加に向けたまちづくりの具体的な方向性を示すものでございます。
なお、都心まちづくり構想は、グランドデザイン全体の都心部を担うものであり、他のまちづくりに関する計画も、このグランドデザインに包括されるものでございます。その策定につきましては、まずは長崎都心まちづくり構想について、令和5年度中に公表を目指して策定を進め、そしてその後、これを踏まえる形で、都心部と周辺部をつなぐネットワークの維持強化などの具体的な方策についての検討作業に移ってまいりたいと考えております。次に、2点目、若い世代に選ばれる魅力的な街についての括弧に、若い世代に対する広報・広聴についてお答えいたします。長崎市では、幅広い世代の皆さんとより良いコミュニケーションを図ることができるように、さまざまな広報や広聴の窓口を設けておりますが、特に若い世代の皆さんに対しては、そういった若い世代の皆さんの重要な情報源となっております、インターネットを中心にコミュニケーションを図っているところでございます。具体的には、まず広報に関しては、ホームページ、それから X、旧ツイッター、そしてインスタグラムや LINE、そういった SNS を用いた情報発信に積極的に取り組んでいるところでございます。私自身も X、旧ツイッターを使いまして、私が参加した行事の様子でありますとか、市民の皆さんへの呼びかけなどを発信し、寄せられたコメントに対してもできるだけお答えするなど、SNS をコミュニケーションの場として積極的に活用させていただいております。広聴に関しましては、ホームページなどで意見や要望を聞きする市政への提案制度を設け、若い世代の皆さんからも多くのご意見を伺っております。また、私が市民の皆さんと直接意見交換を行います、新長崎ミーティングを、おおむね小学校区単位で開催しておりますけれども、幅広い世代への参加を呼びかける中で、若い皆さんにも参加いただいているところでございます。先日は、新長崎ミーティングの若者版という形で、10代から30代までで構成される長崎若者会議のメンバーに集まっていただきまして、若者の目から見た市政に対するご意見や期待することなどを伺い、有意義な意見交換の場とさせていただきました。若い世代に選ばれる魅力的な街を目指す上で、次の世代を担う皆さんに対する広報や広聴は極めて重要です。引き続き、さまざまな手段や場面で若い世代の皆さんとの良好なコミュニケーションを図るとともに、ホームページや SNS を活用した広報や広聴の充実についても取り組んでまいります。以上、本段からの答弁とさせていただきます。まちづくり部長、ご質問の1点目、長崎のまちづくりについての括弧の2、まちぶらプロジェクトの評価と今後についてお答えいたします。まちぶらプロジェクトは、街中の特色を生かした魅力づくりや軸づくり、地域の市民団体の活動を支援する地域力によるまちづくりなどについて、地元自治会、商店街の皆様方と連携して取り組んできた、街中のにぎわいの再生を図るプロジェクトでございます。これまでの10年間の成果としましては、新大工町市街地再開発事業の完成や、47件の町屋の維持・再現にかかる助成、東神屋敷顕在化事業、山手地区における歴史的風致維持向上計画の策定と事業着手、95件に及ぶ町ぶらプロジェクト事業の認定などにより、減少傾向であった町中の歩行者交通行量が、コロナ禍の前には増加傾向に転じるなど、一定の成果を上げてきたと考えております。
今年秋の新長崎駅ビル完成、来年秋の長崎スタジアムシティ開業が迫る中で、街中の活力を維持していくためには、こうした新たな集客拠点から生まれるにぎわいを街中まで呼び込むことが必要不可欠であると考えております。そのためには、これまで以上に地域の商店街や自治会、活動団体と連携したにぎわいづくりの取り組みが必要であり、そのためにも街中を支援するこのプロジェクトの取り組みは続けていくこととしております。現状といたしましては、街づくりの主体となる地域の商業は、いまだコロナ禍の影響を脱しきれておらず、コロナ禍前のような活動できる状態に戻るにはまだ少し時間がかかるものと考えておりますが、長崎といたしましては、一日も早く元の状態に戻るそのような時期が来るように、これまで以上に地域に寄り添い、街中のにぎわい創出に貢献するプレイヤーの発掘や、活動がしやすい環境づくりなど、準備を整えておきたいと考えております。続きまして、同じくご質問の1点目の括弧の3、長崎県庁舎跡地周辺の街づくりについてお答えいたします。国道34号沿線では、県庁舎や市庁舎といった行政機関の移転、企業統合やインターネットの普及による事業所等の減少と、これに代わるマンションの進出などにより、にぎわいが少なくなってきているところでございます。そのため、長崎駅周辺などから、街中をはじめとした都心部全体に人の流れを波及させる長崎都心まちづくり構想においては、国道34号を中心とする一帯のエリアを岬のエリアとして位置づけ、長崎駅と街中をつなぐ主要な動線上の中継点として、回遊性を向上させるための施策を検討しているところでございます。なお、国道34号につきましては、議員がご指摘されたとおり、道路管理者である国土交通省により、令和5年4月に歩行者利便増進道路制度、通称歩行道の指定が行われ、今後、道路空間におけるにぎわいの創出について検討が行われていくことになっております。長崎市といたしましても、これに合わせ、例えば国道34号沿線においては、建物の低層部分に沿道のにぎわい増進につながる民間投資を誘発する都市計画制度を活用することや、県庁跡地周辺につきましては、地域による公園などの公共空間の利活用の支援など、岬のエリアの効果的かつ持続的なにぎわいの維持、創出に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。続きまして、ご質問の2点目、若い世代に選ばれる魅力的な街についての括弧の1、居住環境の整備についてお答えいたします。長崎市では、都心部における医療、福祉、商業等の生活に必要な施設が立地しやすい環境づくりとして、平成31年3月に、魚野町や本船町周辺の商業系地域の容積率を 400% から 500%、または 600% に緩和し、また住宅供給戸数の拡大を図るため、令和3年3月には、電車通りなどの幹線道路沿道の配合地の容積率を 200% から 300%、あるいは 400% へと緩和をしており、この緩和容積率を使用したマンションは、これまでに10件建設されております。マンション建設は、既存建物の解体を伴いますので、容積率緩和の効果は徐々に現れていくものと考えておりますが、今後もこの傾向は続いていくものと考えております。ご質問の住宅価格につきましては、これは建物自体のグレードや、立地場所の利便性などといったさまざまな要因が関係し、また近年の物価上昇の影響は特に大きいと考えられますので、容積率の緩和のみによる価格への影響は把握が困難な状況でございます。しかしながら、住宅価格の低下には、供給戸数を増加させることは必須と考えておりますので、今後ともマンションに限らず、戸建て住宅用地の供給促進にかかる施策も併せて実施することなどにより、住宅価格の低減に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。市民生活部長。ご質問の3点目、文化振興についての括弧1、第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術文化祭の進捗についてお答えいたします。国民文化祭、全国障害者芸術文化祭は、令和7年9月14日から11月30日までの78日間、
長崎県内で開催されることとなっておりまして、その内容といたしましては、全国規模の音楽、美術、伝統文化、生活文化等の活動に係る発表会や展覧会等のほか、県内各地域の文化資源や観光資源を活用したイベントなど、県や各市、町の実行委員会及び民間団体等により、さまざまな事業が実施されることとなっております。昨年11月に設置されました長崎県の実行委員会におきましては、これまで基本構想案や開会式、閉会式の会場等が決定されました。また、公募により愛称は、長崎ピース文化祭2025に、キャッチフレーズは、文化をみんなに、に決定されているところでございます。長崎市におきましても、現在、実行委員会の設置と開催に向け、委員の構成や実施事業の計画に係る情報の収集及び精査を行うなど、準備を進めているところでございます。今後につきましては、実行委員会を速やかに設置するとともに、実施事業について検討を行い、今年度中には事業ごとの実施計画を取りまとめたいと考えております。また、長崎ピース文化祭2025の開催は、交流人口の拡大や平和の発信等にもつながることから、福祉、平和、観光、商工、水産農林などの関係部局や関係団体と連携した事業の展開についても取り組んでまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、全国規模の音楽、美術、伝統文化、生活文化等の活動に係る発表会や展覧会、長崎の文化資源や観光資源を活用した魅力ある事業を実施し、県内外から多くの方々に参加していただけるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。企画財政部長。ご質問の4点目、研究都市、長崎の推進についての括弧1、研究者及び学生への支援についてお答えいたします。長崎の町は、かつて高い志を持つ多くの人々が集い、学んできた遊学の町であり、平成20年に長崎市と長崎地域の7大学で遊学の町長崎推進協議会を設置し、再び長崎の町全体が貴重な学びの場となるような遊学の地として個性と魅力を高め、若者をはじめとする多くの人々が交流する町となるように取り組みを進めております。具体的には学生地域連携活動支援事業として、学生生活を自分や地域のために役立てたいと考える学生と、若い力や斬新なアイデアを得て、活気あふれる活動がしたい地域をマッチングさせる形で、地域のボランティア活動を支援することにより、学生のキャリア形成や地域の活性化につながる取り組みを進めております。そのほか、学生が将来の長崎の町で働くきっかけにもなるように、学生をインターンシップ実習生として市に受け入れ、地方創生について携わる機会を提供したり、看護師、臨床心理士、社会福祉士など専門職を目指す学生に対して、講義や見学実習の機会を提供することで、資格取得を支援するなど、大学と連携した取り組みも行っております。また、市外の大学につきましては、まずは長崎への興味、関心を持ってもらうことが重要と考えますので、大学の希望を受けて、本市の特色ある歴史、文化を研究するためのゼミ等での来訪を受け入れたり、大学内で長崎に関するイベントを開催する場合の相談及び支援をしたり、関係人口創出につながる取り組みを行ってきております。今後もさまざまな機会を通じて、活動フィールドの紹介や提供を行うことなどにより、長崎の課題を研究テーマとして取り組む市内外の研究者や学生の支援を行ってまいります。以上でございます。35番、森恭平議員。35番です。括弧1、まちづくりのグランドデザインの進捗につきまして、再質問をいたします。グランドデザインは、都市マスタープランや立地的設計計画より具体的なものをお作りになるということで認識をいたします。その上で、都心部においては、都心まちづくり構想が担い、3月までに公表されるとご回答がありました。さて、市長はグランドデザインを策定し、新たな文化施設については、スピード感を持って優先的に整理すると、6月議会、また本会議においてもお話をされました。
そうしますと、今年度3月末までに都心まちづくり構想内にて文化施設等の配置等を示されることでよろしかったでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。都心まちづくり構想は都心部全体に人の回遊を促すまちづくりの方向性を示すものであり、検討している区域内には利活用の、まあ、今後の検討の方向性を検討、そういったものを要する一定の規模の土地がある場合においては構想の目的に合致する利活用の方向性を提案することがその役割と考えておりますので、個別具体の施設の建設場所を決めるというものではございません。視聴者跡地は長崎周辺から街中に至る歩行者動線の重要な地点にあり、尾根の上でありながら市役所という集客施設があったからこそその周辺ににぎわいをもたらし、長崎駅方面と街中方面の人の流れを生み出していたことから、その跡地についても集客拠点の立地場所としてふさわしいという考え方のもと都心まちづくり構想の策定をしてきたものでございます。今後の新たな文化施設の立地場所の再建というのにあたりましては、改めて都心部において候補地となる場所を洗い出し、ホール施設の立地場所として最適であるかという視点、および都心部の回遊性向上に寄与するのかという視点から、長崎市文化振興審議会および長崎都心まちづくり構想検討委員会、こういった外部の識者のご意見を伺いながら検討を進めていくということでございます。以上でございます。35番、森恭平議員。35番、グランドデザイン、町づくりのグランドデザインなんですが、なかなかですね、ちょっと全体像が分かりづらいなというところがございます。で、また都心町づくり構想は、まあ、より具体性を持った方向性をお示しになるとのことですが、まあ、長崎市のですね、利活用すべき公共地、また利活用すべき公共建築の耐用年数とも示すなど、まあ、解像度を高めた表現をしていただきたいなと思います。今後どのようになっていくかとかですね、そういったものを配置しないとですね、なかなかこの構想の意味というものがですね、なかなか難しいのではないかなというふうに考えております。で、また新たな文化施設のあり方につきましては関係者の皆様が多く心配しておりますので、皆様へ丁寧なご意見や説明をお願いいたします。さて、都心まちづくり構想の審議会には私も議員になる前公募委員として出席をしておりました。当時重要な構想だと思いまして会社委員でしたが、リポートを書いて公募委員になったわけではございます。その際、委員の皆様からもご指摘の中で誰を目的としたにぎわいなのかというご指摘もございました。構想には回遊する人、居住する人、公共空間を活用する人、人が見えないところがございます。長崎市やハード中心の都市計画を進めるための都合のいい構想となっていないか、ひらがなのまちづくりを掲げるのであれば、そこで暮らす市民のことを考えた市民のための構想であってほしいと私は考えております。市民に開かれたまちづくりを行うのであれば、この都心まちづくり構想も含めまして市民ワークショップを開催するなど開かれた形での構想策定をお願いしたいところですが、そのようなお考えはありますでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。先ほど申し上げましたように、都心まちづくり構想は都心のにぎわいをと活力を、まあ、今後とも維持発展させるために、先ほど申し上げましたような大規模な開発からの、まあ、効果を街中を含む都心全体に波及させることを目的としたものでございます。そのためには今議員がご指摘されましたとおり、まあ、その内容を市民と共有することは大事なことと考えております。加えましてこれにつきまして、まちづくりといいますと、やはり民間投資というものがその底辺にないと、今後、うまく進んでいくということはありませんので、投資を行っていく民間事業者への周知も合わせて大変重要なことを考えておりますので、そういう市民、あるいは民間事業者への情報提供につきましては、この策定の経過並びに策定の結果につきまして、積極的に情報提供に努めてまいりたいと考えておりますし、まあ、そのようなワークショップというようなことでの取り組みということにつきましても今後検討していきたいと考えております。以上でございます。35番、森恭平議員。ありがとうございます。都心まちづくり構想につきまして、まあ、市民に開かれたことを、開かれた形で、まあ、ワークショップとも検討されるということで、ぜひそのようにしていただきたいなというふうに思います。投資含めてですね、検討されるということですが、まあ、投資以外の方もその町には住んでおりますので、そういったことも含めてですね、先日
奥までその人を回遊させるというお話がありました。その際、その奥にどんな人たちがいるのか、そしてその人たちがですね、どのように暮らしているかも把握をしていただきまして、この都心まちづくり構想に入れていただきたいと思います。またこちら2050年を目標に政策をされております。2050年と言いますとかなり遠い未来となります。その頃には私たちもどうなっているのかは分かりません。その未来を含めたですね、この都心まちづくり構想にはさまざまな知見が必要になると思いますので、ぜひともたくさんの委員の方からですね、ご意見を頂戴していただけたらと思っております。続きまして括弧2のまちづくらプロジェクトの評価と今後について再質問をさせていただきます。ご報告いただきました成果は一部だとは思います。歩行者通行量や10年間の店舗出店数、逆に閉店した事業者もたくさんあるかと思っております。それは事業者によるものなのか、エリア的な特性が要因しているかなど、原因をエリアごとに深く掘り下げるなどして、10年間の振り返りを十分にしていただきたいと思います。それこそがエリアマネジメント機能を持つまちぶらプロジェクトの役割だと考えております。さて、今後のまちづくりのグランドデザインの都心部の計画であります都心まちづくり構想が完成し、その構想を実現し、街中を盛り上げていくためには、まちぶらプロジェクトなどを活用し、街中の地域に入って市民とその内容を共有し、共に対話をしながらより良いまちづくりを進めていく必要があると考えますが、市の見解をお聞かせください。まちづくり部長。最初にお答えいたします。都心まちづくり構想の、エリアといたしまして、それは地区の特徴でありますとか、各種プロジェクト、それぞれで行われておりますプロジェクトのまとまりを考慮して設定したものでございまして、そういったもの、それぞれのエリアのポテンシャルを最大限発揮して、かつそのエリアがそれぞれ連動することで都心部全体が活性化するということを目標としております。その中でそれぞれのエリアにつきましては、特に街中エリアにつきましては、歴史や文化や伝統に培われた長崎を象徴するにふさわしい範囲をエリアとしておりますので、現在そのエリアの設定につきましては適切であると考えておりますので、都心まちづくり構想の策定につきましては、現状のエリア設定という形の中で検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。35番森恭平議員。ありがとうございます。ちょっとエリアの質問はしてはなかったんですが、多分次のご質問のご回答かなというふうに思います。ということで、ちょっと私もどのようにご質問しようかなというふうに思っているんですけども、ちょっと再質問、じゃあ今再度ご質問させていただきます。今片井部長の方からもご質問がありました。この都心まちづくり構想をですね、さらに進めていくためには、町にいる人たちとしっかりと対話をしてですね、作り上げていくということが必要かと考えております。そのためにですね、このまちぶらプロジェクト、たくさんの知見をいただきながら、歴史を大切にしながらこの町を作ってきました。このエリアを広げてですね、町中のまちづくりを強化していくことはできませんか。すいませんが、再度お答えをお願いいたします。まちづくり部長。再質問にお答えします。エリアの、街中エリアの考え方、すみません、先ほどの答弁と重なってしまいますが、このエリア分けにつきましては、川辺、それから海辺、それから、岬、街中という4つのエリアを設定しております。これを狙いといたしましては、それぞれのエリアが、地区の特徴、各種プロジェクトのまとまりを考慮 したものでございまして、そういった一つのエリア、それぞれが個性を持つものとして設定をしております。この4つのエリアがそれぞれ、ポテンシャルを発揮して連動することが、この都市まちづくり構想の狙いでございます。今、ご質問ありました街中エリアにつきましては、特に長崎の歴史とか文化だとか、伝統、こういったものを担うエリアとして、非常にこう4つのエリアの中でも最も長崎らしさを出す特徴的なエリアと考えております。そういった点からすることと、それからその地形、地物、そういったものとの隣接のエリアとの関係性からしても、現在、適切な設定であると考えておりますので、街中エリアにつきましては、このままの範囲というのが適当であろうかと考えております。以上でございます。35番、森恭平議員。35番、ありがとうございます。
街中エリアは長崎の歴史や文化に培われた長崎を象徴するにふさわしいと考える範囲とのことですが、私は長崎はそれ以外のエリアも歴史や文化に培われた場所が多くあると思っておりますし、そのことを誇りと思っております。事実、平成20年に街中再生の行動に関する基本計画が策定されました。その際のエリアは西坂から新大区南山手の三角形240ヘクタールが街中エリアであると示されております。また街中再生ガイドラインでは街中を8つのグループに分けましてテーマを定めております。それを進めたのが街中再生推進本部であり、今の街中事業推進室へつながっていると私は認識しております。これまで多くの市民が関わり長崎らしさを後世へ継承していたいという思いで作られたはずです。また現在市も力を入れております長崎市歴史的風致維持向上計画においても重点区域ではございませんが、近世長崎の町人文化に見る長崎歴史風致として出島や旧六町、内町、踊町についても言及をされております。以上のように長崎市の町中は町中地区以外にも歴史や文化が培われた長崎を象徴する場所でありまして、その思いを汲み取った町づくりを進める必要があると私は考えております。そこでご質問です。例えば一気に広げることはなかなか難しいと思います。例えばこの史跡出島がある出戸町、そして今重層的な歴史がありまして、これから変化著しい江戸町周辺を町ぶらプロジェクトのエリアに入れて進めていくことはいかがでしょうか。ご見解をお願いいたします。町づくり部長。再質問にお答えいたします。史跡出島や県庁跡地を含む出島町、江戸町の周辺は、先ほど申し上げましたが、その歴史とか町としてのまとまり、人の動きから見ますと海のエリアと町中エリアをつなぐエリアと捉えることが適当と考えております。江戸町や出島町や江戸町周辺の町づくりは、今後整備される県庁跡地からのにぎわいをどのように導いていくかが重要でございますので、地域の方々のご意見も聞かせていただいた上で、長崎市とでどのような関わり方が必要なのか検討してまいりたいと考えております。以上でございます。35番森恭平議員。ありがとうございます。地元にお話を聞いてくださるとこのことでありがとうございます。ぜひ対話をしていただいてですね、市民と対話するまちづくりをお願いいたします。またまちぶらプロジェクトの長年の積み重ねのもと展開されております。素晴らしいガイドラインとなる資料も多くあります。本来は目的に応じて事業や計画を作るはずが、後付けで事業ありきで後からエリアに押し込んでいるようなところも見受けられます。ぜひともこの10年間のですね、成果と評価というものをしっかりと振り返っていただいて、バージョンアップした形で町ぶらプロジェクト 2.0 という形に進んでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。続きまして3、長崎県庁舎跡地周辺の町づくりについて再質問をさせていただきます。県庁舎跡地および周辺地につきましては、県だけでなく今地元や市民団体がすでに町づくり活動を行っております。昨年度より県庁舎跡地では暫定共用期間に入りまして、さまざまな社会実験が行われているところです。今県庁舎跡地には県の担当職員がテントを張って常駐しておりまして、冬の日も夏の日も寒さ暑さに耐えながら訪れた人たちの話を聞く体制があります。そういった中でさまざまなセクターやアクターが関わるようになりまして、先日跡地で開催されましたナイトマルシェの方には2日間で約1万人の方が訪れたそうです。県庁舎跡地周辺のまちづくりにつきましては、市には県の要望だけではなく、もう一歩現場に入っていただき対話をしていただくことが重要だと考えております。まず市民や県職員で話し合う場や協議会を設けるなど、そういった対話の場を設けることにつきまして、市のご見解をお願いいたします。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。現在策定を進めております都心まちづくり構想におきましては、まちづくり活動や産業の担い手となる人材等の発掘育成、それから公共的な空間の利活用を支援する仕組みづくりも取り組むべき方針の一つとしております。ご指摘の県庁跡地周辺のまちづくりにつきましても、地域による公園などの公共空間の利活用の支援を通じて地域と一体となって効果的持続的なにぎわいの維持創出に向けて取り組むということになりますので、そういった点におきましても、やはりこう行政機関の連携というのは大事だと考えております。以上でございます。35番森恭平議員。
ありがとうございます。先ほどですね、江戸町の方にも来て、お話を聞いていただくということがありましたので、ぜひしていただきたいとともにですね、結構跡地につきましては、これまでさまざまな議論が行われております。また、市民の知らないところでですね、例えばあそこに何かを建てようとかですね、例えば文化施設を作りましょう、あとは出島橋の方を復元しましょうとかですね、いろんな憶測が飛び交っているたびにですね、ちょっと町の人たちは不安になっております。ぜひ現状がですね、どのような状況になるのか、まず対話からだというふうに思っております。先ほどの町ぶらプロジェクトを言わせていただいたのもですね、この対話をする町づくりを進めてほしいと思っておりますので、ぜひこの周辺でどういったことが今行われているのか、どういった考えを持つのかですね、現場に入っていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、2の括弧1、居住環境の整備について再質問をさせていただきます。先ほど市が容積を上げて住宅供給をしまして、その効果となる価格の把握が困難というふうにご回答をいただきました。そうしますと、どうやって住宅低減のですね、効果を図っているのかというところは、私としては疑問があります。高いか安いかも分からなければ、次の施策を打つこともできません。ぜひとも把握をお願いしたいところです。さて、私がですね、危惧しているところは、都心部の一部の容積率を急激に上げますと、それだけ地価の上昇を引き起こしまして、結果的には住宅価格は高騰しまして、若い世代が住めない町になるんじゃないかなというふうに思っているんですが、そのあたり、いかがお考えでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。容積率緩和の地価への影響ということでございますけれども、令和3年3月の住宅系用途地域の容積率緩和の前後におきましては、緩和した地点におきましては、平均で 2.6 ポイントの地価の上昇となっておりますが、実は緩和していない地点におきましても、緩和した地点と同程度以上地価が上昇して、緩和していない地点におきましても、緩和した地点と同程度以上に地価が上昇しておりまして、これにつきましては、長崎駅周辺再整備事業や、長崎スタジアムシティの開発効果などの影響が大きいものと考えております。先ほども答弁いたしましたが、住宅価格の低下には、やはり住宅供給の戸数増加は必須と考えておりますので、これまでも調整区域におけます住宅団地開発を可能にすること、並びにそういった開発における1戸当たりの最低敷地面積の緩和、さらには住宅用途の建物に対する駐車場不置義務の撤廃などの施策を実施してきたところでございますので、今後ともさらなる戸数増加の取り組みに、住宅供給戸数の増加に向けた取り組みを部局連携して取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。35番、森恭平議員。地価の高い場所にですね、供給戸数を増やすことが価格の低減につながるのか、そのあたりを検証するためにもですね、価格の把握をお願いしたいところです。とはいえ、私もですね、再開発で都心部の地価が高騰することは狙いでもあると理解をしております。行政運営にとってましても、税収面の面からも望むところかと思います。今回あえてこの項目に入れご質問しましたのは、所得の高い人のみが都心で居住することとならないようにですね、若い世代含めて多様な世代も住むことができるよう、都心部の居住環境を整備してほしいという思いからご質問に入れさせていただきました。容積率緩和とともにですね、住宅取得やリフォームの補助、また周辺エリアの住宅環境整備も含めまして、引き続きの居住環境の整備をよろしくお願いいたします。続きまして、2の括弧に、若い世代に対する広報広聴について再質問をさせていただきます。校長につきましては、先ほどホームページの市政提携提案制度の方に多様なご意見が寄せられるということでした。で、長崎市はですね、公式 LINE 等も順調かとは思います。で、また市長自らですね、SNS の発信お疲れ様です。私もいいねやリツイートをさせていただいているところではございます。この校長につきましては、新長崎ミーティングだけでなくですね、各部署も現場レベルで若い世代に直接ヒアリングをして、どんな思いがあるのか、そもそも若い人ってどんな人たちかっていうところをですね、把握することが必要だと思います。働きたい人、働きたくても働けない人、息苦しい人、さまざまな若い人がいると思います。そういった人たちにですね、ぜひとも耳を傾けていただきたいと思います。さて、広報についてですね、ご質問をさせていただきたいと思っております。今、長崎市の方もですね、若い世代は SNS を活用していることでお伺いいたしました。あらかじめ議長に許可をいただきまして、資料を掲示させていただきます。お願いいたします。
私の方でですね、長崎市、ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですが、SNS の現状を調べさせていただきました。こちら、X、旧ツイッターの使用状況です。長崎が公式として保有する X アカウントは37件あります。表から読み解きますと、2011年にですね、各部署が一斉に始めた様子がわかります。で、さらに稼働状況はどうかですね、お調べしたところ、現在稼働していないものは8件、数ヶ月、数年おきにが4件、特定の時期に稼働が2件、2ヶ月に1回が2件、月1回が7件、合計23件となります。逆に頻繁に更新しているものは14件ありました。内容等もありますので、どれが適切か置いときますが、更新頻度について見ますと、運用に悩まれているんでしょうか。3月に更新が止まったものは、熱量あるスタッフが移動されたかなど推測をしております。管理職の方からですね、若いからやっておいてとお願いされて、一人運用に悩まれているのではないかなとですね、ちょっと心配にもなっているところなんですけども、ぜひそのあたりの要因もですね、確認いただきまして、広報広聴課がどこに届けるのか、ターゲットを定めていただきまして、目的を持った発信をお願いいたします。また、時代とともにですね、媒体というものは変化しておきます。その際、この手法が効果的なのか、常に検証しながらですね、若い世代、その情報を欲するターゲットにですね、届くような発信をお願いいたしますが、そのあたりいかがでしょうか。塩広報 部長。質問にお答えいたします。SNS の運用にあたっては、これまでも SNS に特化した実践研修や、現場での職員の悩みに対するアドバイスなどを行っておりましたが、議員のご指摘のとおり、不十分な点もございますので、より一層効果的な発信ができるよう努めてまいります。また、若い世代の皆さんに必要な情報が届くよう、時代に合った効果的な発信についても積極に取り組んでまいります。以上でございます。35番、森恭平議員。ありがとうございます。SNS は今や社会的インフラでもありまして、若い世代の貴重なタッチポイントにもなります。そのあたりは鈴木市長も詳しいかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回 SNS、取り上げましたが、これはあくまでも手法の一部だと捉えております。大切なことはターゲットを選び、そこに狙いを定めて効果的な手法を選択し、必要な物事を届けていくこと、いうことが大切だと考えております。その点も含めまして、各部局と意見交換の上、連携いただきまして、時にはインフルエンサープロの力を借りまして、的確な情報発信をお願いいたします。続きまして、ちょっと関連になりますが、この流れで、括弧に付属機関の委員登用についてご質問をいたします。校長をするという視点でですね、若い世代にも市政に積極的に参加してほしいと考えますが、今現在若い人の付属機関への積極的な登用はどうなされていますか。現状をお聞かせください。総務部長。ご質問の2点目の括弧3付属機関の委員というについてお答えをさせていただきます。本市におきましては条例等の定めにより審議会等125の付属機関を設置しており、委員数は延べで1598人となっているところでございます。この審議会の委員については必要な審議に必要な視点分野立場というところを設置目的に合わせて選んでいるというところがあります。それが一番多い方法と、あとは公募による委員の募集を行っているというところでございます。議員ご質問の若い世代、これを仮に40歳未満ということで設定をいたしますと、延べ99人ということになっておりまして、このうち公募の委員は10名というふうな状況でございます。以上でございます。35番、森恭平議員。35番、森です。ありがとうございます。こちらの委員登用につきましては、大体 7% ぐらいですかね、が、ご参加されているということで、特にですね、さまざまな考えありますが、特に長崎市の将来について考えるようなですね、機関につきましては、若い世代を登用してほしいというふうに思っております。こちら、年齢だけに限らずですね、さまざまな多様な方たちが長崎にはいらっしゃるかと思います。その方たちも含めてですね、今の現状に合っているかですね、そういったことも確認しながらですね、引き続きご対応をよろしくお願いいたします。では続きまして、3の括弧1、第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術文化祭の進捗について、再質問をさせていただきます。今回、国文祭に向けまして、職員をですね、2名増やして力を入れているというふうにもお聞きをしております。ぜひよろしくお願いいたします。
さて皆さんは文化とはと聞かれまして、どのようなものを思い浮かべるでしょうか。絵画や書道などの展示、舞踊、バレエ、演劇など舞台芸術もあれば、空間を活用するインスタレーションなどの現代アートや、路上を使うストリートパフォーマンス、また映像作品など、文化は多岐にわたります。まずはですね、この文化芸術っていうのは何なのか、長崎市にとって文化は何なのかという解釈をですね、広げてからですね、挑むべきだと思っております。そのためにはですね、設置される予定であります実行委員会のメンバーが極めて重要だと私は考えます。そのメンバーに多様な方々に参画していただきたいと思っているんですが、どのようなメンバーで構成されるのか、ご見解をお願いいたします。市民生活部長。再質問にお答えいたします。実行委員会の委員構成につきましては、長崎県や他都市におきましては、行政のほか、議会、芸術文化団体、障害福祉団体、学校、経済関係団体など、さまざまな分野の委員で構成をされている状況にございますので、長崎市におきましても、このような状況も参考にしつつ、検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。35番、森恭平議員。35番森恭平です。さて、ありがとうございます。ぜひですね、この委員会、多様な方たちを入れていただきまして、文化というものでですね、常に進化をしております。伝統的なものもあれば最新のものもありますので、そのあたりの知見のある方で委員を組んでいただけたらと思います。さて今回初めてのですね、この国民文化祭、昇文祭、長崎開催となります。歴史と文化の町長崎にとって極めて重要です。また新たな文化施設のハード整備も検討されている中で、この芸術文化面を活性化させる良い機会だと思っております。そしてですね、このレガシー、ここで行ったレガシーをですね、今後どのようにつなげていくかも重要だと考えます。その上でですね、市長の意気込みをお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。市長。再質問にお答えいたします。この文化祭の開催は、市民の皆さんがさまざまな芸術文化に触れるまたとない機会であるとともに、全国へ長崎の芸術文化を発信する貴重な機会となると考えております。また令和7年は被爆80年の節目の年として、平和の大切さなどを広く発信する機会でもあり、さらに県内外から多くの方に参加していただくことにより、交流人口の拡大にもつながるものと考えておりますので、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上です。35番森恭平議員。35番森恭平です。市長、ご答弁ありがとうございます。ぜひですね、この国民文化祭、昇文祭、やはり国体と比べますとなかなか知名度も低くってですね、やはりなかなか市民の方も知らないという状況ではございます。ただやはり文化に携わる者にとってはですね、かなり大切な大会となっておりますので、ぜひ盛り上げていただくようにお願いいたします。先日長崎県主催の方でですね、プレイベントがありまして、その際映画監督で長崎出身の金沢俊樹さん、ジャズピアニストの平戸雄介さんなどが来まして盛り上げたりとかしました。ぜひですね、事前に盛り上げるような活動もですね、来年行っていただけるようよろしくお願いいたします。最後に4番研究都市長崎の推進につきまして、研究者及び学生の支援について再質問をさせていただきます。長崎遊学の街推進協議会は7大学の連携をされているということで、こちらは引き続き進めていただきたいところなんですが、研究者の支援という観点ではですね、まだ実行されていないかと思います。他都市の事例でいきますと、鳥羽市では1泊2000円の補助をしたり、地域課題に解決に向けたですね、調査研究の10万円の補助等をされております。豊橋市の方ではですね、市内大学の研究活動に対しまして上限150万の支援なども行っているようです。このように地域課題の解決に向けたですね、調査研究に対して行政が補助を行うということはとても重要だと思っております。支援のあり方はですね、お金を出すことに限らず、例えば公共施設を現地の研究施設ベースキャンプにしたり、ヒアリング先のマッチングなどですね、長崎に関する研究文献の蓄積などさまざまな形があると考えられます。このように市内外問わず長崎の地で地域課題の解決に向けた研究やその他の研究を行いたいと思います研究者をですね、支援することにより長崎市が率先して積極的研究都市長崎を推進するような体制を作ってほしいと考えますが、いかがお考えでしょうか。お願いいたします。企画財政部長。
再質問にお答えいたします。長崎の地で地域課題の解決に向けた研究を促進させることは本市の一層の活性化につながると考えておりまして、今議員からご案内がありましたように長崎地域の7大学と包括連携に関する協定書を締結しておりますが、その中で本市から特定の課題に対して調査研究をお願いすることもございますし、研究者や学生からの長崎の地で研究を行いたいという相談があった場合には主に活動機会の提供や関係者をつなぐ役割などになっております。この考え方については相談の相手方が企業あるいは市外の大学の場合も同様に継続的に長崎の地域課題の解決に向けた研究活動の推進が見込まれる場合には新たに連携協定を締結するなど長崎の地域課題に対する研究が促進されるような体制づくりに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。35番森恭平議員。35番森恭平です。ぜひですねこの支援というものはあくまでも一歩目でございます。例えば筑波市の筑波研究学園都市や神奈川県の横浜みなとみらい21などですね研究機関が集積することによって町は活性化するということがですね理想となっております。人材確保や国の資金また集積を活性化させますクリエイティブクラスの集積などがですねこの長崎に大きく寄与すると思いますので、引き続き長崎市におきましてもですねこの研究都市長崎というものをですね目指していただけたら大変ありがたく思っております。以上で私のご質問とさせていただきます。本日はですね真摯なご対応をいただきまして誠にありがとうございます。休憩いたします。午前11時10分から再開いたします。